今日は、朝一つ撮影をして、今日はすごい風が強くてとても寒いです。で、今から撮影が2時間ぐらいあるので、それに行ってからお昼から友達と会います。ネイルかわいい。撮影が終わって友達とお昼過ぎに待ち合わせしてたので、トランクに来て時間を潰してました。で、これはイプサの美容液スティックかな。で、ちょうどこれを買ったのがこの今使ってる前の日で、おすすめしていただいたので買ってみたんですけど、どうやら保湿できるみたいです。結構肌カサカサしやすいから使ってみようと思います。あとはこれが Amazon で買ったサプリケースで、結構高校の時からずっとサプリを飲んでるんですけど、結構大きめで、でもちゃんと密封されたりとかしてて、自分でカリフォルニアベアのステッカーを貼りました。回ってます、回ってます。すいません2時間遅れぐらいの感じで、すいません。おはようございます。すごい、いいな、そういうの。でもなんかそういうのやっちゃおうかな。やっちゃおうかな。やろうよ。まあですね。ねねと合流しました。こんなに2時間遅れ、最初。2時間。でも時間は決めてなかったから。セーフです。セーフ。絶対セーフじゃない。セーフです。絶対セーフじゃない。トランクでね、ゆっくりしてたから。すいませんでした。大丈夫です。何やったの？でも本当にずっとアイスコーヒー飲んで。フラフラして、それアイスコーヒー、それアイスコーヒー、めっちゃ、どくない？口紅がめっちゃついちゃって、なるホットかと思う。ねねさんはこの前までカナダにいました。戻ってきました。12月の最後に戻ってきました。そうだね、1年。意外と本当に1年11ヶ月ぐらいして、ね、でももう 2ヶ月経った。やばい、早時の流れ早すぎ。今からどこかでご飯を食べます。青学です。アナザースカイ、ここが私のはい、いいよ、来て。ここが私のアナザースカイ。青山学院大学です。が中に入っていただくと長い廊下があります。あ、待って、刺さりました。道があって、まあそんな感じです。イチョウ並木だね。で、ここがマジで秋になるとめっちゃ臭いです。秋だっけ、秋、銀杏ね。そう、銀杏が本当に臭いじゃない。あれやばいよね。そう、しかもさ、踏むじゃん。で、その人が教室とかに入ってくると面白い。そう、ね、本当に。じゃ、あんまりネガティブなこと言わないでもらえますか。いい匂いです。あ、でも本当はなんかその黄色い葉っぱがいっぱいついてるのがめっちゃ綺麗だから、だからそのね、まあ、プラスとマイナスが、まあ、和食で検討してたのにチーズナンあるよねって言ったらめっちゃ食いついてきました。そうなんです、はい、私たちが大学1年、まあ、思い出の場所だからね。そう初心だっけ、2年だっけ、1年
2年もだってがっつりコロナだったじゃん。え、そうそうそう、大学、そうだよね、1年の時に一緒に行った、ね、シーズンなんだ。結構ボリュームあるよね。しかもめっちゃ好きで、肉のかけらとお肉のかけらと、そうそう、チーズで、確かね、普通のチーズ、普通のナンはおかわりできたはずなの。そう、あ、そうだ、そうそうそう、普通のナンはね、そうそうそう、だけどチーズナンは無料じゃなかった。そう、まあ、まあいいんです。そうだよね、それが。でも名前が分かんないよね、店の。後でここにチェックします。ここに書きます。やばい。え、たどり着きました。リップマハルです。ギリギリランチやってる ね、4時半までやってる。そう、オレンジじゃないでしょ、ね、このオレンジの色もなんか、みんなも自分たちの味を見せてくれ、幸せね。やばくない？いただきます。おいしい、マジでおいしい、本当にね、この感動やばいね。ぜひ行ってほしいです。こっちもやばい、リアルバルタ、おいしい、伸びた、伸びた、おいしいよね、本当においしいよね。え、これやばいんだって。チーズナン好きとボリューム好きは本当に絶対好き。表参道行ったらうますぎる。インドナン、インドナンじゃない、なんだっけ、チーズナンを食べ終わりました。めっちゃ美味しかったです。今からまたトランクに戻ろうと思います。そうです、本当に寒い、やばい。あ、でもさ、今なんか雪みたいに見えたよ。雪じゃない、本当に今日でめっちゃ、でも寒い あの気温が、だからあり得る。今なんだろう、今港区は、あ、ちょっと港区の、え、港区女子、え、待って、本当に雪かも。え、雪じゃん、え、雪じゃん、ね、雪だよね。めっちゃ雪だよね、めっちゃ雪だよね。全然積もってないんだけど。積もってない。めっちゃ死ぬ死ぬ。え、でも顔に当たったってことでしょ。当たるよね、顔に当たった。本当に当たる、絶対雨じゃない、絶対雪だ。ソラ先生がいつもどんなところで仕事をしているのか。いや、全然仕事じゃない。友達が働いてます。大学の友達が働いてて、今ちょうど夕方4時で、4時からいるそうなので。え、そうなの。そう、ちょうどいるみたいなので。朝はいなかった。そうなの、楽しみです。行きます。やった、ね、やばいよね、つまんなさそうだけど。もう本当にやばい。探してる。今日が初めての方かもしれない。ね、まだね。マジで歯の白さしかここから映んないんだよね。あ、いい、すぐいける。歯白いね。そう。あ、ない、音だけあれ。ないの？あ、じゃあ音だけらしい。可愛いアピール。ちょっと。大丈夫です。